いつも通勤しているルートからよく撮影に使わせてもらってる公園までの道のりっていうのを、ちょっと撮ってみようと思います。五日市っていう広島のですね西の、玄関口になってる駅があるんですけども、そこから、この公園までですね、の何気ない通勤動画っていうのを、撮ってみようかなというところです。朝だいたいいつもそうですねすれ違う人とかですね、おるんですけれども、今日は果たしてどうなるのかなというところですね。お、はい、では、早速もう緩い、今回は緩い動画になってます。ちょっと走行ここにですねカメラをつけてヘッドアングルで、ちょっと撮ってみようと思います。では行ってみます。よし、では出発します。よいしょ。さあ、五日市からですね今回は出発します。五日市駅があれですね。よいしょ。では行きます。だいぶ気温が春らしくなってきて、なかなか走りやすくなってきました。今日はですね海沿いの方をルートとして、ちょっと走ってみようかなと思ってます。よいしょ。まあ、街中の走行動画ですね。いつもですねここの信号で止まるんですよね。よいしょ。最近ガソリンがものすごい上がってきてますね。予想以上の上がり具合で大丈夫なのかな。川沿いをいつも見るんですけど、ここで向こうの島がキラッと見えたらその日はガスってないって感じです。おお、信号が変わる。さあ、でここはですね直線なんですよね。2号線沿いの中でも信号が少ない直線、もうここはスルッと走り抜ける感じです。ここもですね走るタイミングがちょっと変わるとなんか全部の信号に引っかかるようになってくるんですよね。だいたい気持ちがいい、緩い速度で走ってると信号に引っかかるんで、ちょっとだけ速くしてあげるとこれ全部スルスルっと抜けると、そんな信号道路。
よいしょ。ああ、引っかかった。ダメでした。よいしょ。よいしょ。いやよっこらしょ、わあ変わった変わった、よいしょ。こっからもう、こっからまっすぐ信号1個しかないんですよね、途中に。ここも結構スルスルっと行けるんで、自転車にはかなりいい通りです。この側道もちょっと広いんで走りやすいって感じです。で、 JR と広電が、広島電鉄がこの左手にあると。あそこの右手のうどん屋さんがすごい美味しいです。で、いつも同じ時間に走ってるんですけど、そうするとだいたいこの辺りでいつも同じ人とこうすれ違うんですよね。今日はいないな。よしよしよし。それにやっぱりセルフのとこでも171円やな。前まで150円台やったのにもう171円になってるっていう。ちょっと前ですよ、今年始まってちょっとしたら具合はもう150円台でいっとったんですけどね。JR、 さあ信号を抜けて、宮島港、宮島港、あ、でも結構乗ってるな。アルパークで降りるんかな。だんだんこの手袋いらんようになってきてます。今日は朝結構暖かいんで手袋いらんっすね。まああったらよりいいんですけど、なくてもいい。ここ半額屋さん、24時間半額ショップ開いてるって珍しいと思いますね。さあ次、朝日さん、
マックスバリュー、ここちょっと賑わってると多いですね。よく利用します。通勤中によく利用する。だからほんで、あそこの、2つ目の信号を渡ると。よいしょ。さあ、ここを渡ります。で、正面におるところが公園ですね。よいしょ。ここによく来ると。あらら、扉閉まってる。よいしょ。スイスイと、よいしょ、という感じですね。さあ、到着です。この辺りにしようかな。よいしょ。いつもこの辺りで撮影しています。よいしょ。多いですね、この辺りが一番。ここら辺にしようかな、今日は。よいしょ。はい、到着しました。ここでですね、でもこんな感じで自転車撮影しています。結構緑がですね、奥の方まであって、写真撮るのもなんかいい感じで撮れるので、好きな、場所でもあるという感じです。はい、ということで今回はもう何気ないこの普段の、よく走る僕の、ルートですねをちょっと撮ってみました。まあ大体この距離感で、あ、こんなこと考えるよなとか、このパーツつけたらこんなところがあるよなとかいうのを考えながらこういつも走ってるというところですね。はい、ということで今回はこれで、終わります。ゆるい通勤途中動画でした。どうもありがとうございました。